この町で起こるほとんどの問題はほぼ妖怪の仕業といっても過言ではないでしょう。それを解決できるのは妖怪ウォッチを手にしたあなただけなのです。よくウォッチしてみると、いました、妖怪です。申し訳ないですが出て行ってもらいましょう。良いことをすると気持ちがいいですね。この町には悩み事を抱えている人々がたくさんいます。あなたの力で助けてあげましょう。あなたも不思議で奇妙な妖怪のいる日常を体験してみてはいかがですか？